今日はスイカゲームの逆バージョン作ったよ。なんだ逆バージョンっていうのは。とりあえずやってみるか。いきなりスイカ。なんでいきなりスイカなんだよ。逆スイカゲームだから逆に進化していくよ。どんどん果物を小さくしていくってことなのか。じゃあスイカがサクランボってことなのね。またスイカだ。じゃあこれで進化するってことか。小さくなってメロンになった。どんどん小さくしていくぞ。次にパイン。パインも置いといて、ここでスイカか。じゃあ置いといて、次スイカ来ないと困るよ。パインかよ。パイン同士くっつけられないじゃん。次スイカ来て桃かよ。ああこんなの無理すぎる。でかくてすぐギュギュになっちゃうよ。もっと小さくならない？仕方ないな。あ、こんだけ小さくなってくれたらいけるかな。今度こそさくらんぼを作りたいね。落ちてくる果物で小さいのは何なんだろうな。足も落ちてくるんだね。というか全然進化できてないんだけど。メロンもこれくっつけられないでしょ。運が悪すぎる。気づけば一回も進化せずに終わったよ。小さくなっても運悪けりゃ無理じゃないか。そこまで言うなら小さい方が多めに落ちるようにしといてあげるよ。これで梨や桃が多めに来るのかな。なんとかなりそうな気してきたぞ。次こそさくらんぼだ。いい感じに来てるよ。これで一気に進化。ブドウまで来たよ。っていうかブドウちっちゃすぎじゃない。こんなのうまくブドウとデコポンくっつけられるかな。気づけばあっさり埋もれてる。小さくなってもむずすぎる。こんなのあまり。チャンネル登録よろしくお願いします。